級松本天使 VS 那須川龍神。フライ級サムス3ラウンドで行われます。松本天使とそして那須川龍神の対戦。ニューウォリアーズフライ級トーナメントでは実現しなかった顔合わせです。優勝したのが松本、そして優勝できなかった那須川、二人がぶつかります。さあ風間さん、はい、なんともリング上フレッシュな光景ですね。そうですね、若々しいですね、うん。まあ、これ格上と戦う龍神選手と、はい、タイトルマッチ終わったばかりの天使選手、これ京スキに出てるメンバーですね。リアリティショーに出てるメンバーたちが今日リングサイドで見ています。みんな駆けつけてくれたんですね。いやこれ志田さん、はい、ますます負けられないですよね。そうですね、かっこいいところを見せたいですね。はい、明日新しいエピソードが公開されると聞いています。さあ試合スタートです。黒いトランクスサウスポーに構えています松本です。そしてオーソドックス那須川、もうここの駆け引きだけ見てもレベル高いですよね、はい、フェイントだけでも。2人ともまだ10代です。松本が19歳、那須川17歳。もう本当に寺山さん、はい、青春真っ只中の2人ですよね。そうですね、なんか応援の声もすごい女性の可愛らしい声が増えたような感じしますね。確かにそうですね、はい、聞こえる声が違います。最もティーンにこう響く今日はこれ一戦ではないでしょうか。勝つのはどっちか、お互いまず慎重に様子を伺っています。そしてまずは前手前足からの主導権争いというところですね、はい、これ和馬さん、構えがお互い違いますけども、このあたりどうでしょうか。まあ、サウスポーとオーソドックスなんですけど、まあ、その分前足前手が近くなるんで、そこで探り合いですよね、うん、当て合いというところですね、はい、挑戦者の距離が近くなってくると思うんで、まだまだ探り合いです。サウスポーに構えているのが松本です。さあ少し距離を伺う慎重な展開ですが、寺山さんはどうですか、この那須川の成長というのはどうご覧になっています。そうですね、まあ、もう私が引退してからテペンジムでこう練習を見たりすることがなくなったので、こう細かいことを知ってるっていうわけではないんですけど、まあ、一戦一戦成長を感じますし、まあ、やっぱり飲み込みが徐々に早いので、はい、こう一回言われたことをすぐできるタイプの選手なので、うん、その技術を今日も見たいですね。その辺はね、才能と言いますかね、うん、残り1分を切ります。お互いにこう慎重な探り合いからボディ打ちました那須川。前手でのフェイントだったりとか、内側の中に入れるジャブの差し合いですよね今、はい、ああ左ストレート松本です。カズモさんはこの松本のいい点というのは、ああ左フック那須川。松本のいい点は回転力ですね、はい、パンチの回転力なんですよ。近い距離だったらおそらく回転力は松本選手の方が上だと思います、はい、なるほど。ただ本田選手のこの駆け引きはやっぱ龍神選手の方がちょっと上なのかなっていうのを見てて思いますね、はい、右アッパーから左フック。先ほど和馬さんいいパンチ当てましたよね。当たりましたね、あれは効きましたね、はい、グラスに来たんで、ただまあ影響はなさそうですよね、足も来てないですし、うん、まだまだすぐ行くっていう段階ではないと思います龍神選手、はい、残り10秒を切りました。先ほどはクリーンヒットがありました那須川です。うーっとローブローです。これはローブローになってしまいました。ローブローになりました。選手の状態を確認いたします。少々お待ちください。まあ、カズマさん、これ構えが違うとどうしてもね入りやすいんですよね、はい、まあ、しょうがないですねこれは、うん、まあ、ペースで言ったら今龍神選手の方が若干ペース握りつつありますね、はい、やっぱミドルレンジでの距離で主導権掴むっていうのはもうこの早い段階で取れるっていうのはすごい気持ちに楽になるので、ここでゴング、第1ラウンドが終了。まあ、ですから那須川としてはこういい流れというか、あ、リズムをつかめたということになりますでしょうか。そうですね、ポイントはどうかわからないですけど、気持ちの有利さで言えば龍神選手の方が楽に1ラウンド目終われたんじゃないかなと思います、はい、こちら那須川陣営です、それではリプレイで見ましょう。先ほどのボディ、そしてこの左フック、寺山さんご覧になってどうですか。そうですね、
しっかりフックが入ってて、ただその立て直しも松本選手しっかりしてたんで、まあ、2ラウンド目ここからどうやって組み立てていくかっていうのが楽しみだなと思います。はい、そしてこちらは松本陣営です。セコンドには宮城大輝の姿があります。この春から環境を変えました。練習環境を変えた松本天使、まあ、非常にこの勝つことに貪欲な姿勢があると宮城さんがおっしゃってました。さあ第2ラウンドの始まりです。天選手は若干前にプレッシャーかけた方がいいかもしれないですね。回転力勝負に持ち込みたいんで、はい、もっとパンチのやり合いに持っていった方がもしかしたら有利かもしれないです。その回転力を上げるにはやっぱり距離が近くないとというところですね。あの距離だと龍神選手の前手の差し合いで負けちゃってるんで、はい、あれですね、あれでやられちゃってるんで、うん、これは風間さん、なかなかこう前に行けないっていうのは何が原因ですか？あのジャブのせいですね。前手の差し合いでやられちゃってるんで、はい、前出たらあれ刺されるんじゃないかという恐怖心ですよね、うん。もう僕個人の意見なんですけど、やっぱ天心選手を見て育ってるんでサウスポー得意なんですよ。なるほど、龍神選手、はい、戦い方似てるんで、ええ、やっぱ攻略を分かってますよサウスポー。中川天心もサウスポーに構えていました。距離が縮まります。まあ、松本サイドセコンドからはもうとにかく下から攻撃がない、もっともっと下からつなげろという指示があります。距離を縮めて、とにかく回転力の速さ、これも自分の得意な分野で勝負したい松本。そうですね、気負いしないでいった方がいいですよ、うん。試合前に宮城大輝さんともちょっと話したんですけど、はい、自信満々ではなさそうみたいな話をしてたんですよ。そうですか。天使君が、はい、なんでそこをやっぱ試合に持ち込まないで、もっとどっかで吹っ切れていった方がいいと思います。お互いにこの判定の可能性もあるということを口にしていました試合前です。前手を出しながら距離を測ります。天使選手はちょっと待ちすぎですね。ここで様子見すぎですよ、はい。とにかく試合は3ラウンドしかありません。そう、もう半歩踏み込まないと当たらないですから、その後プレッシャーかけないとダメですよ、はい、遅いです、これじゃ。さあ、距離はどうだ。まだパンチが当たる距離ではありません。残りが1分を切る。カズマさんどうですか、もっともっと行きたいですか松本は。松本選手は行きたいですけど、やっぱり龍神選手の前手の差し合いだったりとか右ストレートだったりとかが上手くて、はい、なかなか入りづらいですよね。これは松本選手があまりいい動きっていうよりは龍神選手の対策が上手いですね、はい、ノーモーションの右だったりとか、そうそうそう、この右から左無駄に入らないじゃないですか、当ててそのまま入らないんですよ、で待ってるんで、あれが入れない原因です、返せない原因。あ、右ストレート、鼻から出血があります松本です。いや、右ストレートパンチをもらいました。鼻からの出血松本、おっとぐらついた、これはダウンではありません。なかなか寺山さん、この那須川の前手の出し方がうまいですか。うん、そうですね、来たところにポンと合わせられるんで、はい、結構入りづらいですし、もう止まってしまいますよね攻撃が。ただそこを行かないとやっぱりずっと龍神の得意な距離で終わってしまうので、はい、ここで第2ラウンドが終了。さあ第2ラウンドが終了いたしました。個人的になんですけど、龍神選手の縦剣のジャブっていうのはてっぺんジムでもあれなんですか、はい、ジャブの打ち方っていうのは結構そうですね、もともとその天心が結構そのジャブの種類を多くこうマスとかでやってて、それをこう見よう見まねでやってたりとか、まあ、その天心自体が教えてくれたりっていう機会はあったんで、そこで覚えてるんじゃないかなって思いますね。結構、はい、そうですね。で、会長も結構そのジャブのバリエーションを多く教えてくれるんで、それは特に龍神はやっぱり家族なんで、もう身に染みてるんじゃないかなって思います。まあ、本当に体に染み付いてますかね、はい、ラウンド3ファイナル。いよいよ最後のラウンドがスタートです。カズマさん、先ほどラウンドで松本鼻から出血がありましたけども、ありましたね、まあ、ここでやっぱ行かなきゃ勝てないんで天選手は、はい、もうやられてもいいから前に出るべきですね、まあ、どうでしょう、とにかくこの3ラウンドというのは何が必要になってきますか。勇気です。勇気勇気でもうここはもうメンタルですよ。なるほど。
やっぱり石田さん、はい、とにかくあのリスクがあっても行かなきゃいけないっていう場面ってやっぱあるんですね。そうですね、やっぱ挽回するってなると頑張り時なんですかね。とにかく残りはもう3分切っています。最後のラウンドです。バックスピンゴー。とにかくこういうあの和馬さん、かき回す動きっていうのはどうですかね。うん、まだないですけど、バックスピン選手がしっかりリスクないまま自分の攻撃を当たる距離にいるんで、入りすぎずあの距離で打ったら下がるっていうのを繰り返しているんで、松本選手が入れないですよね。あれでいいと思いますね。ただ龍二選手人から抜けるんだったら、どっかでやっぱ勝負して倒しに行くような展開を10秒でも20秒でも作んないと、いつもこのパターンだとやっぱ上に行った時に倒しきれない選手になっちゃうんで、何か一つ覚醒してほしいなっていうのが個人的な意見ですね。一段これ上に上がるためにはそういった姿勢が必要だと。ここまではいつもやっぱ上手いんですけど、はい、龍二選手はここからなんか倒す武器だったりとかバックピン、はい、見たいなっていうのは思いますね。いやこの時間帯寺山さん、ちょっとあの回転技出してきましたね松本が。そうですね、で負けじと龍二が出すっていうようなこう、はい、お互いやり合っている状況ですね。そうですね、ただもうあの時間もないんで、ええ、無理やりその回転蹴りも使いつつどんどん松本選手は前に行きたいですよね、うん、結構無理やり入ってこられると距離取りたい選手は結構あの自分のリズムが崩ってやりづらくなったりするんで、今みたいにガーッて来られると、はい、ええ、結構あの嫌なもんですか。嫌だな、友人に支えてからしたりとやりづらいですね、はい、松本パンチが当たった出てきてますね、はい、距離でいいと思います、ええ、若干もらってもいいんで回転力勝負した方が勝機あります。そうそうそう、はい、松本のパンチ回転力は間違いなくあるんで、松本自分のアドバンテージ、とにかくパンチで勝負したい。残りがもう1分切っている。この後なぜかい一展開終わった後先に前でないと、はい、選手はあそこでやっぱり確かに取られてますか。そうですね、振り出しに戻っちゃうとまずリュウイン選手の間合いからスタートになっちゃうんで、はい、やるストレート、この後前出たいんですよ、はい、この後そう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 、その先手が欲しいです。時間がない、パンチを固めてきた。いや、志田さんも本当に松本を固めてもらいたいですね。はい、最後まで頑張ってほしい。はい、勝負どころです。ただ那須川を打ち返す、近い距離です。回転力を上げたい、とにかく攻めたい。ここでゴング、試合終了、勝負は判定決着。最終ラウンドかなり激しい打ち合いが見られました。寺山さん、最後のラウンドはかなり激しかったですね。激しかったですね。ただもうちょい早くからあの天選手のこう前にこう出てくるあの攻撃、もうちょっと早くから見たかったですね。まあ、ラウンド終盤でしたからね。そうですね、リプレイでご覧いただいています。鼻から出血、まあ、これはパンチをもらっている証拠です。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ岡は30対29、青那須川、ジャッジ秋は30対28、青那須川。那須川勝ちました。ジャッジ岡は30対28、青那須川。以上3対0の判定をもちまして勝者那須川龍神。那須川龍神2024年の初戦をものにしました。判定は30対28が2人、30対29が1人、3名ともジャッジは那須川龍神を指示いたしました。あ、こちらノースコーメンバーもリングサイド拍手を送ります。拍手で祝福しています。まあ、カズマさん、本当に那須川がうまく松本のパンチ封じましたね。そうですね、もううまかったですね。あとはやっぱこれでランキング1位になるんですかね。はい、ってなるとやっぱタイトルマッチ戦線には一番上にはいるわけで、まあ、その前には塚本選手にリベンジしなきゃいけないわけで、うん、まあ、近々組まれそうなカードですよね。あ、つまりですから松本ができなかったことを今度は那須川がやってのける可能性もあるわけですね。そうですね、可能性は大きくなりましたね。はい、いや、寺山さん、久々に試合をご覧になったということですけども、はい、いかがでした那須川の試合。いや、やっぱり一戦一戦成長を感じますし、あの体もやっぱ成長とともあの体も成長しているので、はい、ここからこうパワーもついてきて、あのこうさっき試合中に和馬さんがおっしゃったようにこう
もうちょっとまとめられる部分が増えてくると、あの塚本選手へのリベンジとかっていうのも叶ってくるのかなと思うので、これからに期待ですね。はい、志田さん、はい、那須川龍神リング上もそうですけど、リングの外もなんかこれからますます活躍するんですね。そうですね、今波に乗ってますね。今回ゲバゲバが不利で、この相手に勝ったらすごいぞとか言われて、正直めちゃめちゃムカついてたんですけど、まあこうやって結果で見返してすごい良かったです。で、6月なんかエディオンアリーナ大阪やるって聞いたんですけど、塚本選手6月どうですかね。まあ相手の敵地で、前回負けた、塚本選手にやり返してやりたいという気持ちがすごい強いんで、6月エディオンアリーナ大阪で挑戦者決定戦として、やりましょう。いい返事待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。選手退場。やはり塚本の名前を出しました。いや、この辺りは寺山さん、その後にはチャンピオンの上島もいるわけですからね、はい、そうですね、楽しみですね。仲間たちです。アベマで現在放送中です。恋愛リアリティショー今日好きになりました卒業編に出演中です。また明日配信、新たなエピソードがあるそうですので、まあ、今日きっかけに那須川龍神のことを知ったという方はぜひご覧いただきたいと思います。あ、そして兄天心の姿、最も近くでこの兄の活躍そして練習を見てきました。その後に続くことができるか、伝説の系譜を歩むことができるでしょうか。今日は快勝でありました那須川龍神です。